ランドの飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。なんでこんな画角から始まったのかというと、私今両手に自撮り棒を持って初めて一人でロケを観光しているからなのでございます。ロケ先はどこなのかというと、見えますか、江戸東京博物館です。はい、というわけでやってきました江戸東京博物館。江戸東京の歴史がめちゃくちゃ楽しく学べますので、私ね、もう住みたいぐらい大好きな場所なんですがね、まずね、この外観素晴らしいですね。何が素晴らしいって、これ江戸城の天守と大体同じ高さに設計されてるんですよ。およそ60メートル、ビルだと20階建てに相当するということで、江戸城の天守めちゃくちゃ高かったんだなーって実感できますのでね、ぜひ現地に行ったら注目してみてくださいね。はい、というわけで早速中に入りましょう。場面は変わりまして、常設展示室にやってまいりました。これまた入り口から素晴らしい、チケットゲートをくぐるとじゃーん、まずは見事な日本橋の復元模型があるんです。日本橋は徳川家康公が征夷大将軍になった翌年、1604年に五街道の起点になったお江戸のランドマークですね。江戸時代当時の橋の長さは51メートルほどですが、ここでは橋の真ん中から北側にかけての半分がなんと原寸大で復元されています。さらに橋杭は欅、欄干や床板はヒノキなどと、素材も当時のものにこだわっていますので、今は亡きお江戸日本橋がどんなものであったかを実感できるんですね。はあ、最高。あと忘れちゃいけない擬宝紙、これも忠実に再現されております。擬宝紙はね、熱いですよ。ただの黒い玉ねぎではございません。仏教の世界で願いを叶えてくれるとされる如意宝珠の形に似せて作ったもので、格の高い橋にのみ許された装飾。江戸では江戸城の橋以外ではこの日本橋と京橋、後に新橋の3つの橋にだけ見られる、ありがたいものなんです。日本橋を描いた浮世絵にも必ず描かれていますよ。例えば有名な歌川広重先生の東海道53次日本橋朝の景のこことか、そう、日本橋の浮世絵には擬宝紙が描かれています。名所江戸百景の日本橋江戸橋なんかにも、はい、ちょっと見切れてますけれども擬宝紙。ちなみにこの絵なんですが、日本橋の東側にかかっている江戸橋方面を見ているという風景です。タイトルの通りですね。右側に日本橋の魚河岸でお魚を仕入れたボテブリさん、行商ですね、見切れていることからも早朝であることがわかります。あ、ちょうど朝日も昇ってきました。ほら、ちゃんと朝日が描かれています。お気づきになりましたか。ちなみにこの絵は日本橋から太陽が昇る東側を見た絵ですけれども、日本橋から西側を見るとどんな風景が広がっていたと思いますか。今広重先生を見たので、今度は葛飾北斎先生の富嶽三十六景を見てみましょう。こちら、はい橋の上がめちゃくちゃにぎわっているのが気になりますが、その先に江戸城の櫓と富士山が見えています。つまり日本橋は東を見れば朝日、西を見れば江戸城と富士山が一度に見えるビューポイントだったというわけ。地方から江戸に来た人にとっては、あー江戸に来たんだなーと実感できる場所だったことでしょうね。江戸博もこの日本橋を渡ると江戸時代の展示が始まるので、まさに現代の私たちが、あー江戸に来たなーという気分になれる素晴らしい演出ですよね。橋を渡ったところは寛永の町人地という江戸時代初期の日本橋北詰の町人の町並みを再現したジオラマがあります。これはね、人形がすごくリアルでずっと見てられるんですが、ホーリー的にはここで注目していただきたいのは、
うだつなんです。この屋根と屋根の間に小さな屋根が縦に入ってますよね。これがうだつですね。うだつというのはもともとは屋根なんかが、まあ、雨や風で傷むのを保護する目的だったり、後に隣の家との間の防火壁として機能していた建築構造なんです。まあ、いずれにせよ、うだつを上げるためにはそれなりの出費が必要だったことから、これが上がっているのは裕福なお家ということでした。なので江戸時代中期以降は特にステータスシンボルとして、お金持ちの商人が立派で装飾性のあるうだつをこぞってあげるようになるんですね。これが生活が向上しないとか見栄えがしないという意味の慣用句、うだつが上がらないの語源と考えられています。いや、さすがお江戸の商業の中心地日本橋です。うだつ上がりまくっておりますね。そんなうだつの上がる日本橋の有名店といえば、こちらのジオラマ展示です。なんというお店だかわかりますか？ヒントはのれんです。丸に漢字のいという字、そして三という文字ね。三つ、いというわけで、三つ、い、越後屋のジオラマなんですね。現代の三越百貨店の原点になるお店ですね。三井越後屋、略して三越というわけで、この三井越後屋の人気の秘密は天才的な商売センスにありました。代表的なものが棚先売りと現金かけ値なし。それまでの呉服といえば、まあ、基本的にお店の人が顧客の家に持って行って、しかも顧客によって商品の価格を変えて販売するのが当たり前だったんです。つまりお客さんにとっては定価がわからないんですね。しかも支払いはボンクレの2回払い、もしくは12月のみの1回払いで、その分利息がかかるシステムでした。より高額になってしまうというわけです。そこで越後屋は販売方法を大胆に切り替えました。まず商品を棚先売り、つまり店頭販売に切り替えて、お客さんに店に来てもらうようにします。そして店頭販売する呉服には小札、つまり値札をつけて、どの顧客に対しても商品を表示通りの同一価格で販売し、掛け値、つまり利息のかからないその場での現金取引を奨励したんですね。つまり店頭で商品を売りますよ、値札通り現金取引しましょうよ、掛け値、利息はかかりませんよ、という、今では当たり前の商売方法なんですが、それを初めて呉服の世界で実現させたのが三井越後屋だったというわけなんですね。ちなみに私がこのジオラマで好きなところは、これ向かって右がお店の正面で左側が奥なんですが、奥のお客さんの目につかないところなんでしょうね。ここね、レッジさんたちが声出しをしてるんですね。いらっしゃいまし、いらっしゃいまし、という感じでしょうか。あとお店の前で有名なお相撲さんが通りかかったらしくてね、丸々咲って二度見してる坊やちゃんがいます。どこにいるかぜひ探してみてくださいね。というわけで、江戸東京博物館日本橋界隈編、いかがでしたでしょうか。ちょっとでもお江戸いいねと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。